あ、なるほあ、ど。そう、とあるものを撮影したくて、私はこの髪型にしました。かわいい。珍しくない？いつかあげる、投稿します。いや、とある撮影とかじゃなくて、個人的にね、個人撮的りたいにものがあったので、これにしました。リリちゃんは今ちょっとお仕事しているので、後で来ます。はい、もうちょっとしたら来ごめまんす。ね。リリー、お疲れ様。ありがありとがとうございます。昨日はます。ね、すごい寒かったですね。本当に。てか今日も寒くない？ね、今日も寒もうさっい。きトイレ行くだけでもうね。凍えてました。でもさ、晴れてるからさ、気分はルンルン。わかる。昨日はね、雨だったからね。ねえ、昨日雨だったもんね。皆さん、風邪ひいてないですか？そうね、今日はなんかずっとのさ、衣装みたいな感じの洋服。 違うから。でもね、でもめっちゃ似てない？ユーロのママが記念にって言って、ずっとの衣装の色違いがあるんですよ。あれの青色があるんですけど、それを買ったらしくて、色違い？家に色違いあるんで、いつでも最踊れる状高。態で確かは。に。ちょっとリリースしたら記念に来てさ、写真撮ってどっかに載せようかなっ て。あり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 。そう、めっ色ちゃ違いい、めっちゃいい、めっちゃいい。う。でも記念にね、嬉しいめっちゃいい。かねえ、ミワもなんか衣装の色地見つけたことある？ ら。色違い。あります。チラシ配り頑張ってた。チラシ配りね。頑張りま頑し張りまた。した。終わった後に泣きました。 なんか終わってからの達成感、わ かる。安心なん感みかたいなのね、があっほっとすて、るよね。やっぱ初めてだったからね。わかるわかる。でも何人かラッキーラッキーしてますという方とか、聞いたことありますって言ってくださる方がいて、嬉しかったですね。私嬉しかったです。あとさ、頑張ってくださいとかさ、わかる。言葉言ってくれた方とかそう、も、知らない方からの応援してますっていう言葉がすごいもう嬉しいんですよね。ね、一人でも多くの人が MV 見てくれてるといいですけどね。皆さんもう80、いくつだ？4かな。4か。もう5いくんだね。そしたらお願い。お願い。お願い、お願い。本当に今日5行くといいね。いいね。リリースまでに100万いけた行らき嬉たしいけね。ど行きな。たい。ずっとずっとずっとね。あ、リリー来たかも。来てないか。あ、さっきずっとずっと聞いてたあ、よ。84万回です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今日はお休みですかね。ってか土曜日ですもんね。今日日曜日な感じがするんだよね。わかる。リリちゃん来てなかったです、まだ。ごリリめちゃんんなもうちょっさと。い。今日土曜日か。仕事？土曜日もお仕事？大変だ。お疲れ様です。明日のリリーベ来るようだっあて。りがとうございま待ってす。明日まの名古屋す。です。リリーベももうあと2回。う一瞬だったね。ん。そうね、本当にね。ぜひ来てください。あさってテストだって。私たちと同じだよ。今までね、勉強してたよね、ね。勉強した。今もうさ、配信っていう口実があるから勉強しなくていいのがすごい嬉しいです。でも見てください、私やっのた。ノートかわいいでしょ。 ノートでこんない。勉強しようと思ってやってたんですよ。そしたらノートでかり始めちゃって、ノートでこんないよ。キラキラなの。アイカツですね、これは。ノートかわいすぎる。かわでもいい。やる気出そうじゃない？結構。キティだ。あ、そう、後ろはキティちゃんのお名前し。名かわ前書いいてないけど。かわいい。これ頑張ってるの。ほら、じゃあ、英語なんだこれ。あ、違う、あ、なんいでろんもな。ノートみたいな。自習用。あ、自習あ、でも、用 見て。うさぎ。ね、落書きしてる。うさぎさん。 うさぎさんでかわいいうさぎさん。
なんか私は結構一つのちっちゃいノート買って、うん、そこにあの全教科の自習とか書くタイプなんですけど。えらいわ。私はね、もう一個のバインダーにね、あーバインダーね、あのルーズリーフに書いて挟んでいく、ルーズリーフ派の人だ。好きです。はい、落書き帳ちゃんと勉強してます。落書き帳じゃないね、もうちょっとでなくなるんだよね高校難しいよね。難しい。でも結構学校の先生が優しくて、あ、わかる、あのここは絶対出るよみたいな、めっちゃわかる、結構教えてくれるので助かってますね。あー、来た、あ、来たわ、ぴょんぴょん来ました、皆さん、ぴょんぴょん来ました、ぴょんぴょん、あー、熱ー、ぴょんぴょん、熱ー、来た、頑張った、頑張った、え、いけた、あ、いけた、うん、おー、ぴょんぴょん来た、ぴょんぴょん来ました。昨日からあだ名ぴょんぴょんだから、ぴょんぴょんやばいの、ぴょんぴょんやばい、ワンワンちゃん、ワンちゃんなんでワンワンなんだろう、え、ユーワンワンだからワンワン、あ、リリぴょん、そういうことね、いや、リリぴょんでーす、リリぴょんでーす、今日の髪型が可愛いんですよ、ね、可愛い、フィッシュボーンみたいな、あ、フィッシュボーンね、やってもらった、うん、かわいい、え、誰にやってもらったの、え、親戚のお姉ちゃん、おー、かわいい、いいの、やってくれたの、かわいいです、お疲れだって、お疲れ、お疲れ、すごいって書いてある、わー、こんにちはこんにちはやばい、親戚になりたい一家に一台リリちゃん欲しい、うん、今日はつばきちゃんは来ません、つばきちゃんは来ませんよ、この3人だけです、こんにちぴょん、こんにちぴょんわー、そっか、2人とも通院だ、あ、そうなんだよね、なんか今日ね、うん、今日みんなヘアレしてた、ね、さっきまでみんないたんですけど、可愛かった、そうなの、今日あのマジカルテレフォンを朝からやっておりまして、ありがとうございました、ありがとうございました、楽しかった、幸せな時間でした ね、めっちゃ元気もらいました、今日も、そうなの、今日24日目24日目わー、え、今日は1時15分ぐらいに終わると思ってるんですけど、どうしますか前今コメントもあったんですけど、はい、歌いますかみんなイエーイ、そのためにこの3人でした、はい、そうですよ、今日はちなみにこの3人でね、はい、あの歌配信したいねって話してて、はい、もうね、あの毎日配信もそろそろ終わっちゃうかもしれないので、そろそろ3人でやろうかって言って、はい、あの、なんか、と、うん、歌チーム、うん、なん、合ってる、歌チーム、歌チーム、うーん、やった、やった、やった、何からやる今も、練習できてないから、そうね、うまくできるかわかりませんが、そうです、ちょっと見よう、じゃあやっぱりこの3人といえば TikTok に上がっていたシューティングスターですかね、そうですね、シューティングスターですね、お、いっぱいリクエストをいただいておりますけど、あ、リクエスト嬉しいじゃあちょっとなんか後でフリーな感じにする、あ、そうだね、何ですか撮りたいねえ、見たいです、私、あ、じゃあいいや、ゆうらちゃんと見よう、はい、え、はい行きます。はい。はい。待って。わーだよね。え、待って。いける？いける？ちょっと待って。立ちたいかも。スタンドアップしたい。お願い。いいよ。お願い。立って歌う。どういう配信？ちょっと待って。え、ゆらちゃん座ってもいいよ。あ、ゆら座る。じゃあゆらちゃん真ん中。あ、聞いて。座っていい。よいしょ。はい。はい。いきます。せーの。わわ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 
飾られた星は綺麗に見えるけど、輝きの強さや色はそれぞれ違うでしょう。同じように横に並び、それで何を証明したい？一歩ここから踏み出したい。一人ぼっちでも勇気さえ出せば、私だけの世界はきっと広がる。初めて自由に空をよけたのは、過去の反動か未知の衝動のままに。上がるシューリングスター。イエーイ。ありがとうございます。やっぱハモリ好きです。ね、ゆうらちゃんすごいわ。ギャルみ強いのとか。あ、そういうことね。服ね、かわいい。ありがとうございます。イエーイ。じゃあ次もいっちゃいますか。うん、はい、じゃあ次は、はい、ちょっとゆらが歌いたいって言った曲なんですけど、うん、つなぐつなぐつなぐ、うん、歌います。あ、これ最初にいいの？え、これ私もあ、これこれ、あ、で、あ、最初、あ、そうそう、ここの一行書いてもらっていきます。はい。あと胸いっぱいの意志届きますように。せーの。高い空一人きり見上げても、青色しかない。目いっぱい手を伸ばし、ちっぽけなこと知るだけ。出会えたあの日から、カラフルデイズ、ついて笑って、カラフルデイズ、見たこともない世界が、未来があった。 Are you ready everybody? つなぐつなぐ、手と手つなげば、ほら大切になった。つなぐつなぐ、心つなげば、ほら歌いたくなったんだ。湧き出るアイディア、と無限に広がる可能性。行こう、つなぐつなぐ、君とつなぐ、奇跡が今始まる。終わりですね。急にやった。終わりました。よくね、なんか歌ってハモリをやるみたいな、うん、ハモって歌うみたいな、うん、楽屋とかでよくしてますね。はい、そうです。なんかラッキーの曲とか結構ハモりやすいよね、うん、ハモりやすい。そうなんですよ、だから結構やってます。なんかリクエストとかありますか？ね、ここからはちょっとフリーな感じで、はい、フリーな、フリーな感じで。みんなのね、ソロも聞きたいんだよね、私。ソロ、ソロ、もう一人で全部歌っちゃうやつ。キラキラのストーリーだって。サビとか。キラキラのストーリー。すごい。いっぱい。いっぱい歌っちゃおう。キラキラのストーリー懐かしいね。キラキラのストーリーね。ライブでやりましたね。せーの。キラキラのストーリー、鮮やかに重なって、大事な瞬間を描き続けよう。キラキラのストーリー、鮮やかに重なって、今のキャンバスに未来を描こう。あ、わかんないわ。あまりむずいよね。ちょっと
大事なものだって。リリちゃん歌ってたよね。あ、いいじゃん。ああ、そう、歌った。え、でも待って、歌ったからさ。あーね。あ、そっか、歌っちゃったのか。歌っちゃったから。すごい。まっさらね、いい曲なんですけど。歌えないのよ。まあ、リリースまでお楽しみにっていう感じで。28日なんで、皆さん。はい、今日はもう24日ということなので、あと4日です。うん、あと4日でにも聴けます。あと4日で聴けます。皆さん待っててください。待っててください。早く聴いてほしい、ね。何があるかな。まっさらにして待ってます。まっさらにしてお願いします。何がいいかな。これはラッキー以外の曲はありなんですか。ありじゃない。あ、ありだったよ。ありなんだ。すごい、コメント来てましたよ。二人とも得意な。うん。もしかして、もしかして、私たちの大好きな、大好きな、AAA さん、トリプル A さん、トリプル A さん、やったいねよ。トリプル A さん歌いますか。ゆるとリリちゃん大好きなんです。そうなんです。そう、ずっと言ってて。好きなんですよ。何がいいかな。何がいい。ヤギのモノマネかな。違います。さよならのモノマネ大好き。わー、めっちゃいい曲。私もね、聞くんだよ、ね。歌う、リリちゃん。え、歌おうよ。ちょっと待って。歌え、歌え。え、サビ？サビ？君にさよならだから。OK。一時期これハマり練習してたよ。え、してました。でも難しすぎて。そうなの。本当に難しかった。え、じゃあさ、分けようよ。いいよ。どうぞ。せー、あ、じゃあ一番、はい、どうぞ。いい？うん。せーの。君にさよなら、続けるため僕らあんなに愛し合ったのかな。これが二人の結末としても好きだよって君に伝えられたかな。もう遅かったかな。言葉もこの手も届かなかった。ダラ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 。思い出がこの目からこぼれそう。ちょっと遅すぎたかな。素直になれないこの口だが、上手に言葉がつなげない。ただ好きだよだけ伝えたい。いいね。ずっとずっとずっとすごいいっぱいあります。おー、せーの。ずっとずっとずっと気になってたの。きっときっときっと君だったかも。恋する気持ちなんか忘れかけてたけど、ずっとずっとずっと君のことを追いかけたい。だってだってだって大好きだから。なんかある？ありますか？皆さんリクエスト送ってください。今日はもう大配信なんで。あ、ドーキング。大好き。うわ、めっちゃある。いいよいいよ。なんか、え、なんかさ、私さ、うん、あの、みんなのあー、そういうこと。確かに。え、歌ったことある一人で。え、一回、ね、ちゃんと歌ったことない、ね、ないかも。 CL 配信とかはある。え、でもみんなも聞きたいんじゃない。めっちゃ聞きたいじゃんって感じ。聞きたいもんって。なんか18番とかさ、一人一曲やってみる。あ、やってみようよ。あり。いいよ、じゃあ。やだやだ、じゃんけんしない、じゃんけんしない。え、好きな曲でいいの。自分の。ちょっと待って。え、どうしよう。
どうしよう、迷っちゃう、それはソロ、どうしよう、それも予定してなかったんですけど予定してなかった迷うな迷うな迷うな、迷って終わる、確かにそうだよね。じゃあさ、誰からやるか決めよう、最初に。最初はグーじゃんけんぽい、あへんけんしょ、最初はグーじゃんけんぽい、やだ待って、最後はやだ、なんでよ、最後はやだよ、あれ、そう、私はもう決めました、決めました、決めました、決めた方から言ってもいいよ、あれ、嫌です、もう嫌気にしちゃったんで、前歌った、どうしよう、何か聞きたいですか何が聞きたい、もう、喋らないで終わっちゃうよ、この配信、喋ろう、あ、待って、これもいいな、トリコ歌っ てすごい、めっちゃリクエストいっぱいある、あ、ほんと光った、シンデレラボーイねえ、決まんない、ねえ、先歌って頑張れ、じゃあ歌え、あ、今何が来るんですか、いいよ、じゃあゆらさん最後にしよう、オッケー、じゃあ、はい、私は、うん、クリス・ハートさんの I love you、 大好き大好き大好き、でも壊れたのか、うん、いいよいいよ、いきます、うん、最初から最後ね、じゃあ1曲サビ、どっちでもいいよ、サビ歌います、はい、 I love you I love you I need you とずっと愛さ太陽の頃のようにかなわない願いでもこの気持ちはいつもそうその胸に届いていますか、 I love you I love you I need you どうして僕の心だけ奪ったままかなわない願いならさよならを告げて、うわー、うまい、待って、大好き、本当に大好き、この曲めっちゃいい、めっちゃ合うね、ボーカルレッスンにも歌いました、歌いました、歌いました、うん、わー、めっちゃいいわ、どんどん行きましょうねえ、待って、じゃあいい、え、あ、いいよ、いいよ、いいよ、私、ちょっと待って、今音程が思い出せないんだよね、一回、コメントありがとうございます、うんうん、最高だったって、リリちゃん、やった、嬉しい、ありがとうございます、うわ、いいやつ歌うね、どっちか迷ってるんだよねどっちがいいと思う、どれ、あ、これか悩み中です、少々お待ちください、これか、これ、あ、アニソン、こっち、あ、違う違う、こっちこっち、あ、こっち、うん、いや、でも私こっちがいいと、はい、歌います、はい、366日、お、以上、ジワイさんのいいです、中曽根さんの366日を歌いたいと思います、はい、はい、いきます、怖いくらい覚えてるの、あなたの匂いや仕草や全てを、おかしいでしょ、そう言って笑ってよ、別れているのにあなたのことばかり、わー、あざっす、ありがとうございます、私この曲本当に大好きで、あのオーディション、うん、このガールズ戦士のオーディションで、あ、違うわ、
オーディションがあって、そのこの活動するためのね、でそれで歌った曲なんですよ。だからすごい私が思い出、すごい思い出ない。ねどっちがいいと思う？これか、うん、あいいじゃんこれいいじゃんこれいいじゃん。え？うん。じゃあ私は片思い。はい。どっちも片思いだ。片思いっていう曲を歌います。はい。はい、君だけ分かってよ分かってよ。ねだり夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。だり夢が叶ったの。愛してる。めっちゃいいめっちゃいい。この前ね、あのミヤさんの片思いっていう曲を自分の配信で歌ったんですけど、それも大好きです。エメさん、みんなの声大好きだって。あ、ありがとうございます。でもなんかそれぞれさ、うん、あのいい歌い方、え、歌い方違う、歌い方違う、全然違うね、みんな違うね、確かに違くて、みんな違うね、でもいい個性が出てて、うん、うわやった嬉しい、ありがとうございました皆様。すごい良かったね今日。なんかさ、ね、この毎日配信をやるってなった時に、うん、絶対やりたいね、3人で絶対歌の配信したいよねってなって、まあ、今日やったんですけど、皆さん見ていただきありがとうございます。すごい視聴者の増えてます。嬉しい、人の皆様ありがとうございます。ありがとうございます。スクショタイムする？しようよ、スクショタイムしよう。きっと嬉しかったね。何ポーズ、皆さんポーズをぜひぜひぜひ。なんかある？やりすぎやりすぎか、ね、ちょっと待って。なんかさあ、新鮮なのやりたくない？ね、あ、待って24回目。あ、24、あ、24、にし、にし、にし、はい、確かに。そう、いいね、いいね。お母さんたちの結婚記念日なんです。え、すごい今日おめでとう。すごい、違う、聞いて、昨日今もさ、なんかさ、パパとママの慣れ初めみたいな話をずっとしてて、昨日ガルフレで焼肉行ったって話をしたんですけど、なんかその話になっちゃって、なんか思い出した、今の話を聞いて。思い出した。おめでとう、皆さんおめでとうございます。めっちゃいい日だ。あとは何があるかな？クマ？クマポーズ？はい。光ってます。光ってる？やめて。やめて。ライトにね。ライトに対抗していく。せーの。はーい。こんな感じ？うん。そうですね。もう終わりか。24日目、ありがとうございました。ありがとうございました。4日後にはずっとずっとずっとのリリースと、そして明日にはプライムツリー赤池さんでのリリースイベントがありますので、はいはい、ぜひ皆さん来てください。みんな、ありがとう。また歌配信ね、やったり、やったり。あとはね、また3人でちょっとある練習もしてたりするので。ねえ、そうだ、今回もお楽しみに。そうなんです。いや、ちょっとみんなびっくりするんじゃないかな。ねえ、するね。うん、わあ、確かに確かに、今思い出した。はい、とあるものを準備しております。皆さんお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました皆さん。バイバーイ。